皆さんこんにちは。人気グラビアアイドルで女優としても注目を集めている大原優乃さん。今回はそんな大原優乃さんをご紹介します。大原優乃さんのプロフィール。名前大原優乃。生年月日1999年10月8日。出身地鹿児島県。身長155センチ。血液型 A 型。所属事務所 ABEX マネジメント。出身小学校。大原さんの出身小学校は地元である鹿児島市内の公立校紫原小学校です。家族構成は両親と2歳年下の弟の4人家族で、弟の明人さんは元子役でダンサーとしても活動しています。大原さんは小学校2年生の頃から芸能事務所に所属して芸能活動を開始しており、10歳だった2009年には NHK 天才テレビくん MAX のオーディションに応募して合格し、この番組にテレビ戦士として出演。また同じ年にテレビ戦士だった重本小鳥さんや日比美琴さん、高野明さんとアイドルグループドリームファイブを結成してメンバーになっています。出身中学校。大原さんの出身中学校は私立の共学校神村学園中等部です。大原さんは小学校時代から芸能活動を開始していたため、中学校高校時代は部活動などに所属していませんでした。また中学時代は3年間を通してドリームファイブのメンバーとして活動しています。中学2年生の頃からはローティーン向けのファッション誌ピチレモンの専属モデルに起用され、中学3年生の時にグループのサーティーンスシングルダンダンドゥビズーバーが初のオリコン1位に輝き、 NHK 紅白歌合戦の企画コーナーにも出演しています。大原さんは紅白歌合戦に出場を振り返って、憧れの TRF さんや AAA さんのような実力派のグループになりたいって5人でずっとダンスを練習してたんです。そういう努力と妖怪ウォッチが組み合わさって本当にあっという間でした。学校で番組見たよ、応援してるよと先生や友達に言われると元気になるので、辛いと思うことはありませんでした。家族が一番喜んでくれましたね。10歳の頃に鹿児島から送り出してくれたので親孝行できたかなと思いますと話しています。大原さんは当時から地元の鹿児島市から仕事のたびに上京していたので、基本的にグループの活動も土日や夏休みや冬休みなどの長期休暇に集中していたそうです。出身高校。大原さんの出身校は私立の共学校の神村学園高等部です。この高校は硬式野球部や女子野球部が全国大会の常連として知られています。また中学から神村学園に進学している大原さんは、高校へは一般受験ではなく内部進学の形で進んでいます。この高校は文理、看護、保育、普通、調理の5つのコースを設置していますが、大原さんがどのコースに在籍していたかははっきり分かっていません。ただ大原さんは公式ブログで3年間女子だけのクラスに在籍したことを綴っており、保育コースや調理コースなのではと言われています。高校入学当初はアイドルグループドリームファイブのメンバーとして活動していた大原さん。高校1年生の時にリリースした妖怪体操第2はオリコン4位のヒット曲となっています。しかしメンバーの重本小鳥さんが引退したことで、グループは高校2年生の12月に活動を終了しています。その後大原さんは高校2年生の頃からラブベリーの専属モデルに起用され、高校3年生の6月には週刊誌プレイボーイで
グラビアデビューを果たすと、すぐに人気グラビアアイドルになっています。大原さんは、自らの意思でグラビアデビューしており、このあたりの経緯は、実は会社から言われたのではなくて、自分からマネージャーさんにグラビアをやらせてくださいとお願いしたんです。2016年末に、ドリームファイブが活動終了してから、お仕事に行っていた時間を家で過ごすことが多くなって、家に毎日いるな、何か挑戦しないとこのまま終わっちゃうかもしれないなと思い、そんな時に思いついたのがグラビアでした、とインタビューで話しています。加えて高校3年生の2月にはファースト写真集ユーノだけが発売されていますが、発売前の段階でAmazon の写真集ランキングで1位を獲得したというエピソードも残っています。さらに同月にはテレビドラマ 99.9 刑事専門弁護士シーズン2で女優デビューも果たしており、高校時代はかなり仕事で多忙でしたが、首都圏や通信制の高校に転校することなく、仕事の度に地元の鹿児島県から上京する生活をしていました。また学業と仕事を両立させており、留年することなくこの高校を卒業しています。ただ高校時代は青春らしいことを何もしていないとインタビューで話しており、お仕事が忙しかったことがわかります。高校卒業後は大学などに進学せずに芸能活動に専念しており、以降は女優活動を本格化させ、連続ドラマ3年 A 組で初のレギュラー出演も果たしています。また、お前ら全員めんどくさいや4月の君スピカなどの映画にも出演。さらに2021年には YouTube に公式チャンネルユーノチューブを開設しており、特に企画ものの動画が人気になっています。ドリームファイブの解散後には仕事のない時期もありましたが、グラビアアイドルとして活動を開始すると人気が爆発。写真集も売れに売れて、数多くの雑誌の表紙にも起用され、トップクラスの人気を誇るグラビアアイドルとなっています。女優としてドラマ、映画、舞台などにも多く出演をし始めていますので、今後のさらなる活躍にも期待したいですね。